Bonjour et bienvenue dans Toco Toco, l'émission où on prend ses pieds pour aller voir des trucs avec des gens. Aujourd'hui, la créatrice d'accessoires Shimpo, Naoko, nous emmène à Osaka visiter l'un des innombrables bars du célèbre immeuble Misono, puis au café Rockstar où l'on peut faire des câlins à des reptiles et bien d'autres animaux. Konnichiwa, Shimpo Naoko desu. Je suis character soccer et eventer. Aujourd'hui, on va voir Hitori-chan dans le Misono building et le bar et le Hachurui Café. Alors, allons voir. ある変なバーで、私もここで一回イベントさせてもらったことがあります。で、こういう獣耳、猫耳とかウサ耳とかをつけないと入れないバーで、この建物はいろんなバーがあって、ここ以外もいろんな個性的なお店がいっぱいあって、私がイベントやった時もここで飲んだ後にいろんなお店なんかはしごして、すごいなんかいろんな人がいて面白かったって言ってました。私が作っている獣耳のブランドは二三角って言います。二三角っていうのは二個三角があるってことです。頭に何かしら三角のものが二個ついてると誰でも可愛く見えるという法則がキャラクターの方に昔書いてあって、というわけで角とかもあるし、いっそのこと角じゃなくてもなんか竜みたいなのを頭につけたりっていうのもあるんですけど、とにかく何かこう頭につけて楽しめたらいいなっていう感じのブランドです。頭に2個三角のものがついていて、まあ、猫耳とかウサ耳とかつけているとどう考えてもアホな感じにしかならないんですよ。で、それって難しい話ができないし喧嘩もできないんですよ。あと初めて会った人同士とかでも何耳つけてんのって言って、そこで会話のきっかけが生まれるんですね。なので、そうそう、私は前もともとこういうフィギュアを作ってまして、フィギュアでもってキャラクターサッカーですっていう風にやってたんですけど、もっとコミュニケーションが取れるものがいいなと思って、なのでこう人間をキャラクター化させて、でコミュニケーションさせるっていう方向性に変わっていきました。最近あのハロウィンがあって耳とかつけるのがちょっと普通ぐらいになってきてしまったので、そうなってきてしまうと私の活動自体もなんか薄れてきてしまうので、だったらもうそのこと猫を作るしかないのかなと。この子はただの猫ではなくて化け猫なんです。猫が長生きすると尻尾が二股になって手拭いをかぶって踊ったりだとか、あと油を舐めたりするなんて言ったりもします。日本人の感覚なのかわかんないですけど、こう生き物に対してその可愛いとかめでるみたいな気持ちもある一方、なんか怖がるというか尊敬するというか、そういう部分もあって多分日本の妖怪って生まれてると思うので、私もまあ猫が好きなんですけど、まあ、猫をよりリスペクトするじゃないけど、そういうような感じで化け猫にしました。爬虫類がいっぱいいます。猫カフェとか犬カフェとかじゃなくて爬虫類がいっぱいいて、あとフクロウとかハリネズミとかヘビとかトカゲとかがいっぱいいる上に、しかもその子たちと一緒に触れ合いながらあのお茶を飲んだりとか軽食が食べれたりとかするっていうカフェです。結構店内が広いので、あのゆったりいろんな生き物と触れ合うことができます。あとその生き物を気に入ったらその場で買うこともできるそうで、私もすごく悩んでるんですが、まだ買えてないんですけど、通ってるうちに買ってしまいそうな気がします。
のある場所は南波の駅からもすごく近いし、さっきのゆとりちゃんからも歩いて行ける距離にあります。なので大阪の観光のついでにぜひここに来て爬虫類と戯れるのもいいんじゃないでしょうか。紹介したい言葉はとりまです。とりまっていうのはとりあえずまあの略で、とりま撫でてみるとか、とりま爬虫類カフェ行ってみるみたいな感じで使います。とりまって言ってると人生がどんどん進むので悩まなくて済むので便利です。ぜひ使ってみてください。今日はありがとうございました。こんな風に大阪には面白いスポットがいっぱいあります。私も東京生まれなんですけども、大阪が面白すぎて引っ越してきてしまったような人間です。なので、まあ、ちょっとでも大阪に興味持ったらとりま来てみたらいいと思います。では大阪に遊びに来てねー。